動画のご視聴ありがとうございます。旅する生き物の話、バオシミです。この動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、前回は長瀞のグルメについて僕が気になったお店を3つ回らせていただいたんですけども、お腹いっぱいにもなりましたし、長瀞でまだ行ったことがない場所、ロープウェアを使って歩道さん登りたいと思います。どんな内容になるかは運任せなので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。それではロープウェイの往復チケットを購入しましょう。あれかな、あそこみたいです。すいません、往復のチケットを1枚お願いします。ロープウェイの往復チケットをゲットしました。次の出発時刻14時ちょうどだそうです。宝登山ロープウェイの山頂駅に来ました。見てください、長瀞の町があんなに小さく見えます。これから何をしに行くかというと、宝登山小動物公園に行きます。先ほど山麓駅で聞いた話では、モルモットのパレードの方は今日は終了してしまったということなのですが、もう一つパレードがあって、なんかアヒルのパレードがまだ3時からあるらしいので、それだけでも見ていこうと思います。見えてきましたね。あれが宝登山小動物公園だそうです。見てください。ここにも、はあ、息を呑む絶景とはこのことだな。チケット買ってきます。大人一枚で。チケット買ってきました。あ、やってみたい。ランマヤギ、ウサギのおやつ見つけました。お値段100円だそうです。ちょっと触れ合ってみたいと思います。ここに100円玉入れるみたいですね。もう100円払ったので、ヤギさんたちに餌あげてきます。これがヤギさんたちにあげる餌です。ヤギさん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、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 順番、順番、順番、はい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 、順番。ラマさん、元気。ヤギさんにも届けてみたいです。すごい食欲。わかった、わかったよ。はい、はい、どうぞ。あっという間になくなっちゃいました。お米もないんだ。ないの。
というわけでヤギさんの餌やりでした。結構早かった。ツアーはここに返します。ここには天竺ネズミいるみたいです。要するにモルモットですね。かわいい。ちっちゃくてかわいいですよこれ。なかなかにコンパクトでいい感じの動物園ですよ。あ、そうか。こっちにお猿さんたちいるみたいですね。まだ餌もらえると思ってる。コールダックの赤ちゃん、4月の5日に子供が生まれたそう。こっちにいるのがウサちゃんたち。おー、普通に近づいてきた。この子耳が削れてるな。誰かに噛みちぎられたのかな。のびのびと過ごしてますね。ただ不用意に手を出するとウサギも噛むそうなんで、覚えておいていただけたらなと思います。このウサギはプレミッシュジャイアント、なんと世界最大のウサギ。確かに普段見ているウサギよりもでかい。大きい。置物かと思ったらケヅメリクガメでした。こっちにもコールダックがいますね。この子たちはちょっと大きいかな。では続いて猿園、鹿園に行ってみましょう。結構急な坂。猿坂だそうです。鹿さんたちと目が合っちゃいました。向こうに餌があります。こちらも100円。あげていきますか。じゃあ鹿さんに餌あげちゃいます。さあどうぞ。君も欲しいんだね。はいどうぞ。はいはい、君もどうぞ。はい、喧嘩はいけません。仲良くね。はいどうぞ。じゃあ最後君ということで全部なくなりました。みんなありがとう。ここが猿園みたいです。いるいる、子供のお猿さんがいる。多分こっちは大人かな。で、安全考慮してこういうこのパイプをして餌あげるみたいで、というかおやつをつかむ姿が近くで見られますということで、お猿さんたちにも餌代同じく100円です。行ってみましょう。買っていきます。100円玉を入れて、餌出てきました。ピーナッツ。ここにガチャガチャのケース入れるようです。待ち構えてる。じゃあパカッと開けまして、じゃあ待ちきれない子がたくさんいるので開けちゃいます。ここにえい。おお、本当だ、ダイレクトキャッチ。最後です。全部なくなっちゃいました。みんなありがとうね。というわけで鹿さんとお猿さんと触れ合うコーナーでした。あともう10分したらコールダックのパレードあるらしいので戻りたいと思います。コールダックのショーが始まりました。世界最小のアヒルと呼ばれています。餌をあげたり集団で歩く練習をして
オスの方は尻尾の羽がカールしているのと、そして鳴き声が大きいのがメスの特徴になります。それではね、これからまた残り半数の方を出発させていただきたいと思います。来てくれる方を募集してるんですけど、一緒にどうですか？ああ、そうですか。旗持って後ろからついてきていいみたいなんでやります。はい、こっちですよ。はい、こっち。頑張ろう。まさかアヒルと一緒に行進とは。これもなかなか新鮮。これラマさんがもう見てるよ。はい、頑張れ。はい、お家の方に行ってくれると思ってください。はい、お家の方に行ってください。もうちょっと頑張れ頑張れ。はい、入りましたね。3時から始まったオールダックによるダックウォーク終わりました。まさかね、僕も参加して更新のお手伝いをすることになって、慣れないことで大変だったんですけど、その代わりこの缶バッジいただきました。というわけで今度は下山しまして、花の里で花火しそを見て、この旅を締めたいと思います。小戸山ロープウェイ戻ってきました。残り7分で改札が開いて、麓の方に降りる便が出発するとのことです。待ってる間に面白いものを見つけました。奥秩父連山。今日は雲をかぶっちゃって遠くの山々が見えないんですけど、これはオアシスの鐘、世界の平和を願ってという祈りが込められているそうです。小戸山ロープウェイの小戸山麓駅戻ってきました。最後に今ちょうど見頃を迎えたという花火しそのある花の里へ行ってみたいと思います。ここから花の里、ここから入って自由に観覧できるということなんですが、環境整備協力金をお願いしますということで募金箱設置されてます。大人100円、高校生以下無料、15名以上の団体100円でということで書いてありますね。ではこの200円協力金として入れていこうと思います。入れました。今回の長瀞日帰り旅行編全3話どうだったでしょうか？コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。